米国、ブリガムヤング大学のハロルド・ビーリー図書館が所蔵する、妖怪絵巻より、海坊主の名が記された、妖怪画。歌川国吉、東海道53体育穴の海坊主、北尾正美による奇病子、妖怪着登場。鱗とヒレを持つ、海坊主が登場する。水木茂ロードに設置されている、海坊主のブロンズ像。海坊主は、海に住む妖怪、海の怪異。 海防止、海入道と呼ばれるものも含まれる。海に出没し、多くは夜間に現れ、それまでは穏やかだった海面が突然盛り上がり黒い坊主頭の巨人が現れて、船を破壊するとされる。大きさは多くは数メートルから数十メートルで、かなり巨大なものもあるとされるが、比較的小さなものもいると伝えられることもある。船幽霊のそれとともに、 幻覚団が語り伝えられたと思われるものが多く、両者の区別は明らかではない。釈子を枷せと言って、船を沈めに来る船幽霊と海坊主とは同じとされることもある。しかし、船幽霊が死刑と共に出現するのに対して、海坊主の出現には海の異常が伴わないこともあるため、何か実際に存在するものを見誤ったという可能性が指摘されている。 誤人した者の,の正体は、海の生物のほか乳道雲や大波など自然現象などが挙げられている。また、海坊主は、裸体の坊主風なものが群れをなして船を襲うと言われる。ことも多く、船体や櫓に抱きついたり、かがり火を消すといった行動をとる。時に、やーやーと声を上げて泳ぎ、櫓で殴ると、あいたたなどと悲鳴を上げるという。弱点は、タバコの煙であり、 運悪くで会ってしまった際はこれを用意しておけば助かるという。東北地方では、漁で最初に取れた魚を海の神に捧げるという風習があり、これを破ると海坊主が船を壊し、船首をさらっていくと言われる。微山灘に多いぬらりひょんは頭台の玉状のもので、船を寄せて浮かんでいるところを取ろうとすると、ぬらりと外れて、そこに沈み、ひょんと浮いてくる。 これを何度も繰り返して人をからかうという。青森県下北郡東通村尻り屋崎では、深に食われた人間が、猛者舟になるという。味噌を水に溶かして、海に流すとのけられる。静岡県鴨群で語られる、海小僧は、目の際まで毛をかぶった小僧で、釣り糸をたどってきて、にっこり笑ったという。またもうここ送りと当てる奇襲三この浜のいたちに似た。 もくりこくりというコケは、3月3日は山に、5月5日は海にで、人の形だが、伸縮自在、現れては消え、麦畑で夜来る人の尻を抜くという。クラゲのような形で、海上を群れて漂うとも言う。猛古襲来の時、水死した霊魂と言われており、猛古コーの当て字がある。愛媛県北宇和郡では、夜、海が白くなって泳いでくるものを、白み、または、 白身幽霊と呼び、漁師はこれを馬鹿という。しかし、馬鹿というのが聞こえると、怒って、ヤグナにすがり、散々な目に合わされると伝えられている。佐渡島の縦帽子は、海から立ち上る高さ20メートルもの怪物で、船めがけて倒れくるという。海坊主は姿を変えるともいい。宮城県の気仙沼大島では美女に化けて、人間と泳ぎを競ったという話がある。 岩手でも同様に言われるが、誘いに乗って泳ぐとすぐに飲み込まれてしまうという。愛媛県宇和島市では座頭に化けて人間の女を殺したという話がある。また人を襲うという伝承が多い中、宇和島では海坊主を見ると長寿になるという伝承がある。変わった姿の海坊主もいる。和歌山県では、ケミューラの海坊主なるものが出没したという。 明治21年12月26日の都新聞によると、和歌山県三井寺に、大猿のような体長7から8尺、体重60から70巻の海坊主が上がったという。茶色い髪、大色の目を持ち口は輪に、腹は魚、おアえび、鳴き声は牛のようであったという。長野県には、川に住む海坊主がおり、全国的にも珍しいとされる。伝説によれば、 中野の海助付近の川に住み、体は巨大で黒く大仏のような頭をしている。上半身だけを水上に出すという。なお、西洋には名称が類似するシーモンクやシービショップと呼ばれる半魚人の伝説がある。関西時代の随筆、ひままど事後によれば、泉海塚では海坊主が海から上がって3日ほど地上にいたとあり、海に帰るまでの間は、 子供は外に出ないよう戒められていたという。随筆、嘘緩和では、クアナで、月末は、海坊主が出ると言って、船出を禁じられていたが、ある船乗りが金を破って、海に出たところ海坊主が現れ、俺は、恐ろしいかと問い、船乗りが、世を渡ることほど、恐ろしいことはないと答えると、海坊主は消えたという。同様に月末には、ザトウトウと呼ばれる盲目の坊主が、 会場に現れるという伝承もあり、人に、恐ろしいかと問いかけ、怖い、助けてくれなどと言って、怖がっていると、月末に船を出すものではないと言って消えるという。キー雑談集より、医療具の渡りにて、一人女房、船に乗りて、サメに取られし、こと江戸時代の古典、キー雑談集では、黒乳道という海坊主の記述がある。伊勢国から、イラゴ岬へ向かう船で、 先導が一人女房を断っていたところへ、全鎮という者が自分の妻を強引に乗せたところ、海で大嵐に見舞われた。選手は、竜人の怒りに触れた、女が乗った体などと怒り、竜人の欲しがりそうなものを海に投げ込んだものの、嵐は収まらず、やがて黒乳道の頭が現れた。それは、人間の頭の五から6倍ほどあり、目が光り、馬のような口は2尺ほどあった。 全鎮の妻は意を決して海に身を投げたところ、黒乳道はその妻を加え、嵐は止んだという。このように海坊主は、竜人の霊落した姿であり、生贄を求めるとも言う。大大会による海島一市では、海お将の名で記載されており、人間に似た妖怪だが、口が耳まで裂け、人間を見つけると対象して見せるものされる。海お将が現れると、必ず暴風で、 海が荒れると言って恐れられたという。これは、海亀の妖怪師との説もある。宝永時代の書、本朝誤演には、船入道という海坊主の記述があり、体長六、七尺で目鼻も手足もないもので、同様にこれにあった時には何も言わず、見なかったふりをしてやり過ごさなければならず、あれは何だとでも言おうものなら、たちまち船を沈められるとある。また島の由良町では、 船の荷物の中で最も大切なものを海に投げ込むと助かるとも言う。1971年4月、宮城県オシ郡小永場町の漁船第28コンピラ丸がニュージーランド方面でマグロ漁をしていたところ巻き上げていたハエ縄が突然切れ、海から大きな生物状のものが現れ、船員たちは化け物と言って大騒ぎになった。それは 肺褐色でシワの多い体を持ち、目は直径15センチメートルほど、鼻は潰れ、口は見えなかった。半身が濁った海水の中に没し,していたために、全身は確認できなかったが、尾を引いているようにも見えたという。森で着く準備をしていたところ、その化け物は海中へと消えたという。栄養水産研究所の八重洲分室の係員は、この目撃談を聞き、 本職の漁師たちが魚やクジラなどの生物を化け物と誤認することはないとしている。また、目撃談では水面から現れた半身は1.5メートルほどだったと言い,い、全身はその倍以上の大きさと推測されることからそのような生物は聞いたこともないと話していたという。この会議談は毎日新聞の同年7月17日号の新聞記事にも掲載された。 中国には、菊穴だの海という伝承があり、研究者によっては、日本の船幽霊、海坊主と関連して語られるが、用姿は異なる。菊穴だの海上を船が行くと、ボットをイコール首なしで、赤手、毒足で、背が低く、頭の下げた怪物が船を覆そうとする。漫画やアニメ、テレビドラマなどに登場する、坊主頭で、大柄の男性キャラクターが、 海坊主とあだ名されることがある。宇宙刑事、シャリバン、シティハンター、花山田などである。ありがとうございます。